ボスお前ら茜ちゃんやで。今回も前回と同じく、アナにお任せをプレイしていくで。ただ、今回はラインハルトなんですね。やる人誰もおらんかったから、消去法ハルトなんやけどな。まあ選んでしまったからには、きっちり仕事していきたいと思います。おっと、早速ザリアがピンチですよ。ゴリア姉ちゃん危ないで。下がるんや。さあ、我が輩の盾の後ろに。危なかったですね。なんとか助けられたみたいやな。と思ったら、プロゲーマーが突っ込んでくるわ。おっと、そんなとこ歩いてたら危ないで。ああ、危ない言うたのに。いや、どう見ても茜さんが叩き落としてましたよね。何言うてんねん。どう見たって、足滑らしてたやん。そしてタックルチャンスや。綺麗に決まりましたねー。ただこれだけ前に出てたら戻れないんじゃないですかね。まあ見てろってイメージブルガリアヨーグルト。茜ちゃんなら余裕で戻れますや。いやー危なかった。死んだと思ったで。どう見てもやられてましたよね。ちょっと何言うてるかわかりませんねー。おっとそれより確保されてるやん。出ていけ。ここはうちの拠点やぞ。そうだそうだ。プロゲーマーのくせに生意気だぞ。飛んで逃げたか。まあ、本来の目的は達成しましたし、よしとしましょうよ。と、再びのタックルチャンス到来は、もろたで駆動。ほんま格闘。ほんまやで駆動。よっしゃ、このままバシバシ芝居たるで。まずは瀕死のプロゲーマーや。うわははは、我が輩の斧は痛いか。痛いっていうより、普通当たったら死んでますよねこれ。ヒーローは特殊な訓練受け取るから平気なんやろ。あ、夏休みやからってハメ外して、ハルトみたいにバカでかい斧分回したらあかんからな。茜ちゃんとの約束やで。まず調達できないし、できたとしても振り回せないから安心してください。いや、もしかしたら、室伏みたいな子おるかもしれんやん。そんな子いたら大事件やん。今こっちで大事件発生したわー。落ちるー。茜さん、諦めてください。ほわー。なんやねんあいつ。自爆特攻やんけ、栽培マンねん、あいつ栽培マンやんけ。じゃあ茜さんはやむちゃってことになりますね。何言うてんねん、うちはカカロットに決まっとるやろうが。もう怒った、許さへん、許さへんぞ。おおお、あ、後ろにあの黄色のオーラっぽいのが見える気がする。一体何者なんだ。とっくにご存知なんやろ、うちは関西からあのハルトを倒すためにやってきた関西人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパー関西人ことの葉あかねやー。スーパー関西人になるとどうなるんです。お店で眠るのが上手くなるで。あと大体阪神ファンになるで。すっごい微妙なんですけども。そんなことよりあのハルトに復讐や。さっきはよくもやってくれたな、お返しや。わあ、なんでや、なんでなんやー。そや、倒しきれなかったらそうなりますよ。もう嫌や、前出たくない。盾役が前に出なくてどうするんですか。でもまた落とされるやん。よく考えてください。あの落とし方は絶対に相打ちにしかできないんですよ。つまりはブラマンゼロやって言いたいんやろ。そうです、お互い盾役がいなくなってるわけですからね。てこれはあかんやつやー。間に合えー。あっぶな、あのまま爆発してたら二人はやられてたな。どうですかね、味方も結構離れてましたし。おい、うちのイケメンプレイに水さすのやめろや。こいつは失礼しました。茜さんには珍しい自己犠牲プレイでしたもんね。そんなうちがキルしたがりのわがまま美少女みたいに言うなよ。美少女はさておき、キルしたがりのわがまま女子のところは合ってると思いますが。まずさかカーニバル第3回計画進行中。ほら、うちってサポートの鬼とか視聴者に言われとるし。聞いたことないんですけども。お前ちゃんとコメント読んどるんか。読んでるはずなんですけどね。この前かて、茜さんの対空早すぎて目で追いかけられませんでしたってコメント来てたか。目で追いかけられない対空ってなんだよ。もはやただのチートじゃねえか。え、それってチートなん。当たり前でしょうが。じゃあ試合前にレッドブル飲んだのもチートなん。それは全く関係ないですね。よかった、危うくバンされるところやったで。それでバンされてたら大会でエナジードリンク飲んでる人全員バンされますからね。それよかさっきのハルトや。復讐や復讐、つぶるろー。しかしかわされてしまった。えい、チョコマカとチョコタイナ、こいつが絶対倒す。この命に変えても。そしたらさっきの相打ちと変わらないんじゃないですかね。よっしゃ、任務完了。倒したのは茜さんじゃないですけどね。そこは気にしたらマティアで。あや、豚さんが短期特攻仕掛けてきてますね。まあこの人数なら問題なく処理できるやろ。そしてハルトをゲットやで。落とせなかったのが心残りやけど、まあよしとしようか。そろそろ試合も終わりそうですね。まあ結構時間差できるしとるし余裕やろ。と思ってると団体様で来たりしますけどね。ほぼタンクキャラしかいない状況やし、それされたらだいぶめんどくさいな。ただどうやらハルト一人で前に出てきたみたいですね。これは合流する前に倒しておきたいところやけど。すでに合流済みみたいですね。シャアなし、こうなったら集団戦や。かかってこいや。おっと、ここでザリアのナイスウルト。盾をひっぺがしたらこっちのもんやで。このまま前線で暴れまくったるわ。残り10秒切りましたよ。よし、いけるいけるでー。穴の強化も入ったし、これはさすがに勝ちましたね。敵も今目の前におる二人でおしまいみたいやしな。いや、二連続環境で食らった時はどうなるかと思ったけど、こっちのチームに強い人多くて助かったわ。何はともあれ、グッドゲームでした。
そして、プレイオブザゲームはプロゲーマーやな。ハルトで取りたかったけどシャーノじゃ。チャンクは取るの難しいですからね。いやそれにしても、あんな高く飛ばしても当たるもんなんやな。落ちてきただけじゃないですかね。見えなかったし、真相は闇の中やな。そして投票タイムなんですが、壁になりきれへんかったようで、候補にすらなれませんでしたとさ。まあええわ、めっちゃキルしたプロゲーマーに投票しとこか。というわけで、今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。